佐藤忠持、魚屋八兵衛ズモロキヨハル九奥八兵衛は、江戸時代、京都の魚屋である。屋号は、河内屋。代々の家業である漁商に携わり、鮮魚を調信するため皇居にも出入りしていた。女王三年、ご光明天皇の宝御に際して、先例により葬儀は、仏教の指揮し、玉体はダビに伏すことと定義で決した。 これを聞いた八兵衛は、仮想が仏教に基づく創生であるところ、かねて天皇は儒学に先進して、仮想は婦人であると嘆き、仏教を信仰していなかったことから、仮想することは天皇の意思に沿わないと考えた。そこで八兵衛は、船員から関白の屋敷、高級、管理の役宅まで尋ね回り、数日にわたって号泣して、仮想の中止を権限混成した。 ついに長儀は八兵衛の権限を再納し、持統天皇から千年近くにわたって断続的に行われていた天皇の仮装を停止した。以後、昭和天皇に至るまで歴代天皇は土葬された。1879年に中誠を称して子孫の奥八郎兵衛が追悼を受けて士族に列せられ、さらに1907年5月には八兵衛に聖五位が送られた。ありがとうございます。